はい、望月凛です。今回は本田健さんの書かれた30代にしておきたいことを解説していきます。20代と30代では全く違うことがある。それは現実を見ているかどうかだ。現実？ああ、20代の頃俳優になると希望を持って生きてきた人も、30代を境に自分の限界みたいなものがうっすらと見えてきて、そろそろ潮時かもしれないなと思い始めるのが30代だ。確かに夢と現実の間ですね。ああ、会社では責任のある仕事を任されるようになり、この会社で一生働いていくことを考えるようになる。もし今の会社に不満があるのなら、転職活動をしたり独立に向けて動き始めなければならない。その他にも、本当にこいつと結婚するのかとか、もっといい相手がいたんじゃないかとか、子供を作るのか作らないのか、お金は足りるのかなど、今までなんとなくふわっと先延ばしにできていたことが怒涛の勢いで迫ってくるのが30代なのだ。確かに30代は大変ですね。今日の授業を受ければ30代のうちにやるべきことがわかるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。よろしくお願いします。一つ目は、この仕事で生きていくと決めるだな。がむしゃらにいろんな仕事を経験するのが20代だとすると、30代は今までの経験から自分は何をする人なのか、何が向いているのか、営業なのかプログラミングなのか、やっぱり諦めきれずに芸人を続けるのかを決める時期だ。なぜなら転職が難しくなる年齢と言われているのが35歳からだ。うわ、そうなのか。ああ、それに子供が生まれたりなんかして、とにかくお金を稼がなければならなくなる。だからこそ、遅くとも35歳までには自分の仕事を決めておくべきだろう。うわ、怖いな。もしこの会社で一生働いていく気がないのなら、まだ時間があるうちに転職活動や副業、独立に向けて動き始めた方がいいだろう。結局決めきれずに30代後半で何度も転職を繰り返していたら、また最初からやり直しになって、結局何も積み上がっていかないからな。稼げる金額ももちろん少なくなる。どちらにせよ、ラストチャンスくらいの気持ちで自分が今後も続けていく仕事を決めるタイミング、それが30代だ。2つ目は、結婚をするのか決めるだな。これも20代の頃のように、いつかできればとか、縁があればというような眠たいことを言っていたらほとんど不可能だ。なぜなら20代のようなチャンスが減るからだ。チャンスが減る？ああ、30代になると、今暇？飲みに行かない？なんて気軽に誘われたり、キャンプに誘われたりすることもなくなるから、自然と出会いの場が減っていくんだ。結婚した人は、結婚生活や子育てで忙しくなり、仕事も責任が増えて忙しくなるから、友達は夜中に、お前とくだらない LINE をしてくれなくなる。くだらない。確かにくだらないことを話してますけど。つまり30代は、自分から出会いを求めて行動しなければ、いつまで経ってもいい人が現れることはないということだ。なるほど。自分から動き出さなければならないのか。ああ。ただし、別に結婚をしない、子供を持たないというのが悪いと言っているわけではないぞ。そうなんですか？ああ、結婚イコール幸せだと思っていたら大間違いだ。結婚っていうのは、なんというか、苦労をあえて引き受けるようなものだ。子育て、価値観の違い、相手の親との関係、金銭感覚など、結婚にはたくさんの苦労が伴う。それに結婚が向いていない人もいるし、親にいろいろ言われるからという理由で結婚してもうまくいかないだろう。まあどちらにせよ、結婚するのかしないのかを決めるタイムリミットだ。ちなみに結婚して子供が欲しいのなら、35歳までにはしておいた方がいいだろう。また35歳？なんでですか？35歳以降に結婚できる確率は約 20% しかないからだ。5分の1か。ああ、自分が星野源や新垣結衣ではないことを十分に理解して、早めに行動しておくべきだろう。次は、お金と真剣に向き合うだな。30代はお金と真剣に向き合う絶好のタイミングだ。20代の頃は服や靴、アクセサリー、楽器、時計、バイクなど欲しいものが無限にあるし、音楽フェスや飲み会に行ったりしてお金の使い道に困ることもなかったと思う。確かに欲しいものだらけだ。若い頃はガンガン自己投資した方がコスパがいい時期だから、どんどんお金を使った方がいいだろう。しかし30代ともなると少し物欲が落ち着いてくる頃だ。へえ、そうなのか。この30代でしっかりとお金について学んでおけば、40代50代でお金に困ることが減るはずだ。個人的には毎月の積み立て投資を始めることを強くお勧めしたい。積み立て投資？ああ、いつも言っているようにインデックス投資を始めるんだ。最初は月5000円からでもいいからやってみて、将来の自分へ投資してみるんだ。投資をするだけでもお金について多くのことを学ぶことができる。
よし、やろう。間違ってもやってはいけないのは、銀行の窓口で制服を着た綺麗なお姉さんから手数料が高いぼったくり投資商品を買うことだな。これもお金の勉強をしていけばわかることだが、この世の中には罠が多い。そういったことから自分や家族を守るためにも、30代からはマネーリテラシーを高めることを意識しておこう。次は親孝行を始めるだな。20代の頃は自分のことで精一杯で、いちいち夜に電話をかけてきて元気かどうか聞いてくる親が鬱陶しいと感じていたと思うが、30代になるとようやく感情的に落ち着いてきて、親といい関係が取れるようになってくる。へえ、そうなのか。ああ、それは子供が生まれて自分も親になったり、社会人として立派に生きていけるようになったからだろう。そして30代になると、親と子ではなく親と親として対等に会話ができるようになるのだ。それはまるで親と友達になったような感覚だ。友達？ああ、同じ悩みを共有できるんだからな。だが30代は親と対等に会話できる最初の10年であると同時に最後の10年でもある。なんで？お前が40代を迎える頃には親はかなりの高齢になっていて、もしかしたら介護が必要になっているかもしれないからだ。そういう意味ではまだ親が元気であるうちにたくさん会話をして、一緒に旅行に行ったりして親に感謝を伝えておくといいだろう。これはある意味親のためというよりは自分のためだな。亡くなってからではもう恩を返すこともできないからな。次は大切な人脈を作るだな。人脈か。ああ、一般的に人間は年を取れば取るほど濃密な人間関係を作りにくくなる。50代より40代、40代より30代、30代より20代と若い時の方が友人を作りやすいだろう。言われてみればそうですね。子供の頃なんて同じゲームをしているだけですぐに友達になれたのに。だからこそ30代のうちに今後も付き合える人脈を作っておくことが大切なんだ。よし、じゃあパーティーに出席して友達を作りまくるぞ。ちょっと待て。え？友達は多ければいいというわけではない。30代からは信頼できる人とだけ付き合うことだ。信頼できる人？ああ、人脈の量ではなく人脈の質にこだわるのが30代だ。なぜなら30代は結婚、出産、仕事と忙しいことだらけだ。そんな中で多くの友達とまんべんなく会っていたら、どれだけ時間があっても足りない。それよりも少数の本当に大切にしている友人に多くの時間を使った方がいいだろう。なるほど。薄い関係というのは結局自然消滅することも多いからな。だからこそなるべく早いうちからこいつと一緒に人生を歩んでいきたいなと思える希少な人脈を作っておくべきなのだ。次は運動の習慣を作るだな。30代になると徹夜で遊ぶのがきつくなったり太りやすくなったりしやすい時期だ。だからこそ30代のうちに自分にとって心地がいいと思える健康法を見つけておくべきだろう。俺毎日ポテチと唐揚げ食べてるんですけど。例えば1日2食にするとか、糖質を減らすとか、運動の習慣を持つとか、または毎朝自分で作った野菜ジュースを飲むとかだな。なるほど。体調面が万全であれば自然と自信も出てくるものだ。特に週に2回から3回ぐらい運動する習慣を30代までに身につけておくといいだろう。結婚生活や仕事が忙しい時期だからこそ、より一層健康じゃないと何も物にできない。これをやっておけば自分がいい状態を保てると思えるものを持っておくことが大事だ。次は新しいことに挑戦し続けることだな。30代になるともう年だからとか言って新しいことに挑戦するのが億劫になり始める時期だ。確かにそういう人いますよね。30代なんてまだまだ若いのに。ああ、なぜそうなるのかというと、今までの人生経験から大体どうなるのかが想像がついてしまうからだ。だから挑戦を避けてしまったりする。だが人生はどんなことも必ずゼロからスタートする。初めから自転車に乗れる人がいないように、まずは気が向いたことを小さく始めてみることが大事なのだ。あの、新しい挑戦を避けるとどうなるんですかね。挑戦をやめた瞬間から人間は老けていく。一気にジジイだ。年をとってもいつも生き生きしている人は常に新しいことを学んだり挑戦し続けている。おじいちゃんなのに iPhone を使いこなしている人がいるだろう。はい、たまにいますよね。アプリを作ったりとか。ああいうように自分の年齢など気にせずに、どんなに小さなことでもいいから新しいことに挑戦し続けることだ。じゃないとガラケーしか使えないおじいちゃんのようになってしまうぞ。
何でもいい。ブログを立ち上げるでも、 YouTube を始めてみるでも、毎日 0.1 ミリでいいから挑戦し続けることだ。人生で一番若いのは今だからな。10年後、40歳になった時に、30代なんて若かったし、何でもできたと思うことだろう。最後は、なりたい40代をイメージしておくことだな。40代になった時に、どんな場所で、誰と、どんなことをして、どれだけ稼いでいたいのかのイメージを膨らませることもとても大事だ。そうすることで、30代になった今やるべきこと、やらなければならないことが見えてくるはずだろう。でも20代でも、それやるべきですよね。ああ。だが20代の時は、夢や希望に溢れているからな。30代になった今、地に足のついた理想のイメージを膨らませることができるだろう。10年なんてあっという間だ。まとめだな。この仕事で生きていくと決める。結婚をするのか決める。親と友達になって親孝行をする。運動の習慣を作る。少数の大切な人脈を作っておく。お金と真剣に向き合う。積み立て投資を始める。新しいことに挑戦し続ける。なりたい40代をイメージしておく。だな。30代もやることいっぱいありますね。ああ、夢や希望だけじゃ飯は食えないからな。夢を片目で見ながら、もう一方の目で現実を見る。これが30代だ。まだ自分で人生を変えられる可能性が残っているからこそ、焦ったり悩んだりしているんですね。そうだ。今日言ったことを忘れずに30代を過ごしてほしいと思う。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。はい、望月凛です。今回はリクルートで営業マンをやりながら、社員や経営者1万人以上と対話をし、今は企業研修の会社で経営者をしている大塚久志さんの書かれた30代を後悔しない50のリストを解説していきます。20代の頃はまだ実力よりも東大卒や見た目がいいといった要素で周りから大きな期待を寄せられるが、30代になると評価は実績になるので、学歴や見た目はほとんど武器にならなくなる。そうなのか。ああ、東大を出ていて使えないやつより中卒でも仕事ができるやつの方が評価されるのだ。30代は本当の実力主義なのか。ああ、そのため20代で脚光を浴びていた人が30代になって急にしょぼくなってしまったり、反対に20代で影が薄かった人が30代になって一気に頭角を現すという逆転現象が起こるのだ。なるほど。確かに俺の友達でも、学生の頃陽キャだけどしょぼくなった人と、陰キャだったけどホリエモンみたいに出世した人がいます。うん。仕事だけじゃなく、30代は結婚するのか、出産するのか、家を買うのか、どこに住むのかなどの決断が怒涛の勢いで迫ってくる。それゆえにこの30代で何を学び、必死に行動し、どう生きたのかで、その後の人生に雲泥の差が出てしまうのだ。そして30代でついた差をその後の人生で覆すことはほぼできないと思っていい。今日の授業を受ければ30代を後悔しないための行動を知ることができるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、誰と付き合うのかを真剣に考える。だな。20代が種まきの時間だとすると、30代はその種から出てきた芽を育てる時間になる。ここでどんな人と付き合うのかで大きく成長できるかできないかが決まってくるのだ。なぜかというと、人は付き合う人によって変わるからだ。付き合う人によって変わるか。ああ、例えば身の回りに DJ 社長がいて、とりあえず行動するぞと言って整形に海外移住に武道館までリスクを取って行動して結果を出していたら、自分も多少リスクを取ってでも行動してみようという気持ちになるはずだ。確かにそうだな。逆に全く行動しないし、行動している人を笑っている人が周りにいたら、自分も行動しなくなっていく。こんな風に人は自分の身の回りの人に影響されてしまうのだ。実際にハーバード大学のニコラス・クリスタキス教授が行った調査で、太っている友達がいると 57% の確率で自分も太りやすくなる傾向にあることが分かっている。へー。31歳で億万長者となったジム・ローンは、あなたの周りの5人の平均があなただと言っている。つまりだ。話し方、言葉遣い、考え方、時間感覚、趣味、年収、行動は、あらゆる面で周りの人の影響を大きく受けているということだ。類は友を呼ぶのか。そうだ。でもそんな損得感情で付き合う人を選んでいると、周りから計算高いと思われるんじゃ。
ふむ、それでいい。30代は自分がこの人みたいになりたいと思う人とだけ積極的に付き合い、こうなりたくない、尊敬できないという人とは積極的に付き合わなくていいだろう。そんな。というか家庭に仕事、子育てなどが忙しくてどうでもいい人と付き合う時間がなくなるんだ。あ、そうか。だからこそ限られた大切な時間をこの人と付き合いたいと思える人のそばで過ごすことだ。ある意味本気で尊敬できる上司の下で働けるのは運がいい。ちなみにこの本では付き合う人によって人生が 100% 変わると言っても過言じゃないと書かれている。人生を新陳代謝させるにはいかに優秀な人と付き合ってその人からいい影響を受けるのかが重要になってくるのだ。次は読書をしてお金の知識を身につけておくだな。お前今勉強しているか。いや、この授業だけですね。ふむ、社会人になってからも勉強を続けた人と社会人になって勉強をやめた人とでは知識量にとんでもない差がついてしまう。そもそもお金の知識って学校では習わないですもんね。働いて稼ぐ、お金を使うの2つしか知りませんよ。うん、それゆえに30代になると勉強を続けた人と辞めた人とで知識に差がありすぎて話が合わなくなるのだ。例えば住宅ローンの金利は交渉することができるんだが、それを知っているのかいないのかが大きな差になる。また生命保険に入るのが本当にお金の無駄なことや、お金を貯金するのならインデックス投資に回すべきというのも多くのお金の本に書いてあることだ。だが知らない人は未だに生命保険にお金をかけたり貯金という趣味に夢中になっていることも多い。なるほど。すぐに効果は見えないが、こんな風に勉強して常に自分をアップデートしていないと何年も大きく損をして気づいた頃には遅いなんてこともよくある話だ。だから社会人になっても読書をして勉強をし続けることが大事なんだ。ビル・ゲイツでも読書してますもんね。そうだな。ちなみにさっき誰と付き合うのかを真剣に考えるべきと言ったが、本を読むというのはその著者と対話をしている感覚に近い。つまりこの人みたいになりたいという人が有名人でもし会えないのならその人の考えに触れる本を読めばいいのだ。この世の成功者や偉人は必ず本を出しているからな。次は仕事や恋愛のチャンスに飛びつくだな。チャンスというのは準備して待ち構えていないと決してつかめるものではない。後で気づいて追いかけようとしても一旦逃したチャンスはつかむことができないのだ。だがほとんどの人はチャンスに気がつけないか、もしくはチャンスだと思っていても飛びつけないのだ。そして後になってすごいチャンスだったんだなと後悔することが多い。例えば30代ってどんなチャンスがありますかね。仕事や恋愛や結婚のチャンスは20代、30代に集中しているだろう。まあ確かに40代を超えたらなかなか結婚できないですもんね。うん、そうだ。つまり20代30代がある意味恋愛のバッターボックスに立つラストチャンスなのだ。ラストチャンス。うん、ここで恋愛のチャンスを掴んでおかないとその先はないわけだ。命短し恋せよ男女なのだ。マジかよ、引きこもって馬娘してる場合じゃねえ。だから30代はその恋愛のチャンスを存分に生かすべきだ。旬なのだから。もちろん結婚するかしないかは各々の自由だが、一人で生きるが当たり前になる社会という本の中で多くの人は40代で独身の時に最も不幸を感じていることが分かっている。だが40代になってやっぱり結婚したいわって気づいても遅いのだ。それに食わず嫌いってこともあるだろう。食わず嫌い。ああ、自分は結婚とか絶対に無理だと思っていたけど、自分にぴったりの人を見つけて、あれ、この人とならありかな、と思うこともあるはずだ。そうですね。だからチャンスを生かすには、とりあえずチャンスに食いついて、細かいことは後で考えることだ。なるほど。恋愛で言うと、とりあえずいい感じの異性と食事に行ってみる。友達の紹介ならとりあえず会ってみる。性格とか価値観とかそういう細かいことは後でじっくり考えればいい。何より人は行動しないと正確に情報をつかむことはできない。仕事で言うと、大きなプロジェクトを任されるとか、上司が辞めて繰り上げで出世することもあり得る。その時、立ち止まらずにとりあえずチャンスをつかんでみて、考えるのはその後でいいのだ。ほんとそうですね。何度も言うが、大事なのはこういうチャンスが来た時にすぐに飛びつけるように普段から準備しておくことだ。例えば恋愛であれば、いつ恋愛に発展してもいいようにコミュニケーション能力とか美容とか体型に気を使っておくとか、仕事であれば大きな仕事を任されてもいいように体調を整えて朝方になっておくとか、少し余裕を持って仕事をしておくとかだな。30代のまだ体力があるうちにチャンスは掴んでおくべきだ。次は歩いて体を鍛えておくだな。20代の頃は徹夜で仕事やモンハンができていても、30代になると徐々にきつくなってくる。
確かにもう徹夜とか無理ですね。そうだろう。特に30代半ばから40代前半にかけて体力がガクッと衰える。それって本当なんですか？ふむ、人間はバカだから実際に痛い思いをしてその境遇にならないとなかなか事前に準備ができないことが多い。しかし多くの人が30代半ばから40代前半にかけて体力や気力の衰えを間違いなく感じているのだ。漫画家やミュージシャンみたいに健康をないがしろにして働いて40代そこそこで命を落としている人も少なくないし、無理のしすぎでうつ病になり働けなくなる人もいるのだ。でもどうすれば？ポイントは酒、タバコ、ストレス管理、運動の4つだ。言うまでもなく酒とタバコは体にいい要素は一切ない。アルコールは体に入るとアセトアルデヒドという毒になるだけだ。本当にめでたい日以外は飲むのはやめた方がいいだろう。そうでしたね。またストレス管理だが、長時間働いても生産性は上がらないし、何よりストレスが溜まっていくだけだ。実際に日本人よりも毎年約350時間も短い労働時間のドイツ人の方が生産性が高いからな。ただがむしゃらに働くというのはただ自分を追い込んでいるだけで大した結果が出ないことが多いのだ。そんな気がしてました。定期的に自分を癒す休息を取ること、その方がさっき言ったチャンスをつかみやすい。そして一番大切なのは運動だな。筋トレとか？うむ、軽い筋トレはいいんだがハードな筋トレをする必要はない。というかむしろ筋トレが激しすぎて体を壊す人もいるくらいだから、ハードな筋トレはしなくていいぞ。マジですか？ああ、ほら野球選手とか体ボロボロになるからな。それよりも歩くこと、これほど体にいいことはない。ちょっとした場所へ車ではなく歩いて行ってみたり、登山をしてみたり、歩いて出社したり、些細なことだがそんな小さな運動の積み重ねをすることで40代以降の衰えに備えることができるのだ。次は30代のうちに海外旅行に行くだな。30代と40代の大きな違いが経験や知識を吸収する力の差だ。吸収？ああ、20代や30代は海外旅行に行った時その経験や日本との違いを感じ取って吸収し、自己成長やビジネスを立ち上げたり海外移住をしたりして大きな人生の方向転換を図ることができる。しかし40代になってくるとすでに人生の軸足が決まっていて、ただ楽しむだけの旅行になってしまいがちなのだ。旅行か。あーでも忙しいじゃないですか。うまま、わかるぞ。だがお前はおそらく来月も来年も5年後そして10年後も忙しいと言っているはずだ。つまりお前は一生忙しいと言い続けて、やっと旅行に行くのは体力の衰えた60代後半になる可能性が高い。ちょっと怖いこと言わないでくださいよ。本当の話だ。この本には忙しい30代のうちに何が何でも旅に出るようにと書かれている。何が何でもか。わかりました。有給使っていきますよ。シンガポールとドバイに。よし。ちなみになんだが、絶対に一人で旅行に行くことだ。一人？なぜです？友達や彼女と行くと、ただの遊びやデートになってしまうからだ。それではダメだ。一人で行って、そこで自分が感じたままに行動することで、自分の中に化学変化を起こすことができる。言葉通じない。どうしよう。お金ぼられそうで怖い。どうしよう。道に迷った。どうしよう。そんな不安を一人で乗り越えるからこそ、海外旅行には意味がある。頼るのは自分だけだ。そうすることで、旅行の経験値をフルに積むことができるのだ。しかも旅行に行った後、数年、数十年後も思い出して、話のネタにもなるし、心を豊かにしてくれる。よく言う話だが、物より経験や知識にお金を投じる方が、見返りは大きいのだ。次は、コミュニケーション能力を高める努力をする、だな。10代20代で私コミュ障なんですよっていうのはまだ可愛いんだが、30代でコミュ障なんですよって言っていたらもう笑えないだろう。確かにそうですね。著者によると会社の30代のエースと呼ばれていた人が40代で落ちぶれるのはほとんどの場合、コミュニケーション能力がないことなのだそうだ。へー、コミュニケーション能力ってそんなに仕事に直結するのか。ああ、なぜなら30代は20代と違ってプレイヤーからマネジメントに仕事が移行していく時期だからだ。マネジメント？ああ、つまり自分一人でバリバリと仕事をこなすというのが評価されるのが20代だとすると、30代40代はその経験から後輩に指示を出したりカバーしたり仕事を上手に振っていくことが求められる。つまり司会者になるイメージだな。なるほど。個人よりもチームとして円滑に仕事をする必要があるわけだ。こうなった時大事なのは個人のスキルよりも相手に関心を持って気配りをして軽い雑談をする能力がとても大切なのだ。逆にコミュニケーション能力が低いとは、他人に関心を持っていなくて気配りができない、雑談ができないということだ。雑談か。
ああ、軽い雑談をする能力がとても大切なのだ。雑談はいつも相手に関心を持って、自分から話しかけて、相手に質問することから始まる。実力主義である30代からは、自分はコミュ障なんで、なんて言ってはいけないぞ。次は、結婚相手はリスペクトできる人を選ぶ。だな。さっき30代は結婚をするラストチャンスだと言ったんだが、実はパートナー選びをミスして地獄に叩き落とされる人も少なくない。おーい、怖すぎでしょ。うん、だから結婚する際はくれぐれも相手と価値観を共有しておくことだな。結婚したらその日だけではなく一生付き合っていくわけなのだから、隅々までチェックした方がいいだろう。また著者が見てきてうまくいっている夫婦の特徴は相手に対するリスペクトがあることなんだそうだ。リスペクトか。うん、というのも恋愛をしているときは脳でドーパミンがドバドバ出て冷静さを失わせるんだが、そのドーパミンは3年4年で出なくなるんだ。え、つまり3年で恋愛は冷めて4年で愛は冷めるのだ。何？なぜなら恋に夢中になってふわふわしている状態で子育てなんてできないからな。言われてみればそうか。それゆえに結婚して5年以内に離婚する確率が非常に高い。では5年から先に行くためにはどうすればいいのかだ。その先は好きよりもすごいが大きくなってくるのだ。つまり相手に対するリスペクトだな。じゃあ愛は？うむ、それは子供に注がれる。なるほど。長く続く夫婦ほど相手に対するリスペクトが大事なのだ。何度も言うが恋は冷めるものだ。冷めた時にそれでも尊敬できるポイントが相手にあれば長続きしやすい。最後は一流のものに触れて自分磨きにお金を使う。だな。30代は若さだけではどうにもならなくなるので、人としての幅を持たせるために自分を磨くことが欠かせなくなる。じゃないと見た目は30代なのに中身は20代なんてことになってしまうからな。逆コナン状態ですね。うむ、そこではやはり自己投資が重要だ。ここで重要なのはお金をかけて一流に触れておくということだ。一流？ああ、何でもそうなんだが、一流は一流たるゆえんがあるのだ。一流こそが私たちを磨くきっかけになることを覚えておけ。そうなのか。ああ、例えば一流のレストラン、文学、ホテル、ブーツ、楽器、塾、パーソナルトレーナー、ビジネスマン、ダンサー、何でもそうだが、そういった一流のものに直に触れることで自分の価値基準が研ぎ澄まされていくのだ。実際に東大に行く人は一流の予備校に通っている人がほとんどだ。予備校に通わずに東大に行くのはサンダルで登山しているようなものだ。うげげ。何が欲しいのかは人それぞれだが、お前は自分にお金を使っているだろうか。正直あんまし使ってないですね。ウマ娘の課金だけはめっちゃしてるんですけど。いや、ウマ娘が面白いのはわかるが、自分にもお金を使ってあげるべきだ。教養や知識の手に入る本や学習にお金を使えば、仕事の生産性、健康が保たれてお金を稼ぎやすくなるし、いい美容院や脱毛サロンに行けば清潔感が強化される。そうするとウマ娘に出てくるキャラクターみたいな女子と付き合えるかもしれないわけだ。おー、日常の生活費は質素に倹約に努めていても、使うべきところでお金をドカッと使うべきだろう。まだいろんなものに触れて成長できる伸びしろがある30代のうちに自己投資しておくべきなのだ。最初にも言ったんだが、人生の違いは20代後半から30代にかけて生まれる。婚活と同じように40代から頑張っても少し遅いのだ。だからこそ今パワフルに働ける30代を十分に活かすことが大切だ。本当にそうですね。まだ何でもできるし。ああ、そして40代になると、ああ、あの頃はすごいチャンスに溢れていたんだなと気づく日が来るだろう。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。今日の授業は終わり。また来てね。